しっかりと立て直すことができたということも強さの一つと言いますよね。明治安田 J2 リーグ、ファジアーノ岡山対清水エスパルス。前半を終え1対1、同点で後半へと折り返します。明治安田 J2 リーグ。本日のゲームはスタジオオリオンで行われます。この時間はファジアーノ岡山対清水エスパルス、こちらの一戦をお楽しみいただきます。このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北澤豪さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。サイドを紹介です。山原から矢島、抜けてくる。丁寧に足元を使う。さあ、カルリーニョス、シュート、きた、先制、エスパルス。今のゴールですが、中盤で奪ってからの展開でしたね。ボールを奪った瞬間、トランジションの部分が良かったですよね。ゴールへ向かっていく意思がチームで統一されてますよね。高橋へ、宮本、住吉、岩渕へ、スペースを使う。クロスを折り返す。いやー、同点、岡山、ここで同点に追いつきます。いい展開ですよね。これで分からなくなりましたよね。北澤さん、今のゴールは中盤からのカウンターでしたが、いかがでしょう。高い位置からの守備が良かったですよね。やっぱりあの位置で奪えると一気にチャンスにつながりますよね。